皆さんお元気ですか？三木吉野です。今回は、僕と皆さんがこうやって今コミュニケーションしてますね、やり取りしてますが、僕がデビューした頃と今のこの今と昔のこのコミュニケーションの違い、話してみたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、コミュニケーションですね。まあ今のコミュニケーションツールはもう本当にいっぱいあるじゃないですか。まあこのコンピューターの時代になってから、まあ僕なんかは特に最近いっぱい、味を占めていろいろやりだしたんですが、ツイッターとかフェイスブック、まあホームページは前からあったんですけど、でもそこはこう書き込みとかいう、BBS でしたっけ、そんな感じで、やり取り、でもそれもかなりもうダイレクトにやり取りできるようになって、まあこの公式 LINE もそうだし、それから Instagram とか、YouTube とかいろんな、コミュニケーションの取り方なんですね。でそれがすごいこう早くて、もうなんて言うんだろう、例えばまあ最近こう生のコンサートとかライブとかやってないんですけど、一昨年ぐらいまで、やっぱりライブやるとそのなんて言うんだろうな、それの感想とかがすぐこうアップされるんですよね。だそれってすごい時代だなと思ったな。僕がやっぱりゴールデンカップスで、デビューした頃っていうのはまだまだ、今から53年ぐらい前ですかね、1968年ですが、そういうツールは一切なくて、まあ手紙じゃないですか、ファンレターいただいたり、それから、今のライブハウスみたいなのが昔はジャズ喫茶っていう形であったんですけど、その時に手渡されたり、まあほとんどやっぱり手紙じゃないですか。手紙が主体でこう自分で自筆で書いていく。でまあご存知のように浮かぶもう筆不精ですから、まあ、ほとんど返事はできなかったんですが、ただ、皆さんがせっかくこう時間かけてこう書いてくれてるものは全部、目を通すようにしてました。まあそんな感じですごいこう今の時代の人、若い人には考えれないようなことがいっぱいあったわけですね。一番笑える話が、当時の芸能誌というか、まあ、月刊平凡とか月刊明星、まあそれは週刊もある、週刊明星平凡もあるし、それから僕が覚えてるのはセブンティーンとかティーンルックとか、あと映画関係ね、近代映画とかなんかそういう雑誌がいっぱい出たんですけど、そこになんと僕なんかの、自宅の住所と電話番号が明記されてんですよ。当時は、今じゃ考えれないじゃないですか、そんなことっていうのは。結構参りますよね。だからなんかこうスケジュールも出たりするから、休みの日なんていうともうみんなうちに来ちゃうわけじゃないですか。それって結構今じゃ考えれないでしょ。だって普通は事務所の住所ぐらいならまだ許せるけど、自宅の住所と電話番号まで行っちゃうんですよ。そこがもうすごくて、でやっぱり当時のうちの親とかはやっぱりせっかく皆さん見えてるからってこう打ち上げちゃったりいろいろして結構大変な時代でした。まあそういうコミュニケーションじゃないですか。で今はまあこうやってまあいろんなことで、僕なんか、まあパフォーマーというかアーティストの方がこうやる気があればどんどん皆さんとコミュニケーション取れるという。本当に素晴らしい時代になったと思います。もっと、いろいろ話そうかと思ったんですが、割とこう意外とこのコミュニケーションについて話すのが、意外と短かったですね。というわけで、先週かな、先週の夕刊富士山の、まあ、五段後45周年の記事の中で、30年という見出しが入ってたんですが、この30年っていうのは面白いんですよ。これ前にも話したかもしれないんですけど、僕がまだゴールデンカップスにいる頃に、
当時スパイダクションって言って今の田辺エージェンシーの田辺さんですね、スパイダーズのドラマーの田辺さんが、なんか知らないですけどどっか日比谷の映画界の映画街のところでちょっと、ちらっと会った時に急に僕に言ってくれたんですよ。お前な、一つのことを30年やら平気になるから頑張れよと、これって当時はちょっときょとんとしちゃったんですよね。いきなりやっぱり大先輩だし、まあはいはい頑張りますって言ったんですが、それとそれがちょうど60年代の終わりぐらいかな、もう70年代入ったかもしれないですね、1970年かもしれない。それからアメリカ行ってで帰ってきて、これまたドラマーなんですけど、70年代もう本当にもう世界一のドラマーとして有名なビリー・コブハムさんですね、これはすごい話があるんですけどちょっと話飛んじゃいますが、彼とその彼のクリニックのツアーに、僕とスティーブとトミーとそれから渡辺和美ギターのそのメンバーでやったんですが、なんとその最初のリハーサルの日に僕はすっげえ大遅刻しちゃったんですよ。僕はねそんな遅刻したこと、まあ遅刻結構してるんですがそこまで遅刻したことないっていうくらい遅刻したんですよね。それで、彼とツアーしてる中でもやっぱり同じこと言われたんですよ。お前同じこと一つのことをね30年やったら絶対平気になるからもう全部問題なくなるからって言われたんだよね。これはまあ本当に日本語と英語で別々にこういう別の時に言われたんだけど、30年かまた30年って言われたなと。まあそれからまあ一体ずっと30年って一体何だろうなってずっと疑問に思ってたんですね。そうしたらやっぱりよく自分がピアノを始めてから30年、あるいはバンドをやってやり始めてから30年、何かを始めてから30年、一つのことずっとやってるというところでこういろいろ考えてったら答えはねあれだったんですよ。要するに30年一つのことやると何が起きても平気になるという、まあそういうことだったんですね。だから平気になるんですよね。でそのさっきの最初の夕刊富士山の、30年の話になりますが、僕が五大悟をもう再始動したのが2006年なんですが、その時は、もう解散はもうなくそのままずっとやろうと思ってみんなにも楽にやってくれと言って、なんて言うんだろうな、ファーストオプションはみんなにあげるけど、やりたいやりたくないは、好きにしていいよと、来たくない時は来なくていいし来たい時だけ来てくれればいいというそんなような、話とか、仕事のオファーがあったらみんなに声かけるというそんな形でその再始動が始まったんですね。でその時はねやたら東大寺から始めたんですね。東大寺の世界遺産のコンサートなんですが、その時はねやたら今度は26という数字が頭に入ってたんで、ちょうど1980年のカトマンドゥのコンサートから26年っていうことばっかり頭に思ってたんですよ。でもよく考えたらデビューしてから30年目が2006年だったんですね。五代後は76年で、そうかと思って今考えれば、きっとそこぐらい経てば何でも平気になるんだろうな、こうメンバーとのこととも仲間のコミュニケーションも全てなんか許されていくんじゃないかなっていうそんなような感じが、最近特に、皆さんのおかげで、感じてます。はい。何か今日はちょっとダラダラ話しちゃいましてすいませんでした。そういえばさっきのビリー・コブハムの話に実はオチがあるんですね。ビリーがアメリカに帰る時に、見送りに行ったんです。その時に僕にこれをプレゼントだってくれたんですよ。
何だと思います？それは、目覚まし時計だったんだよね。でこれがもうなんてこの人は粋な人だろうなと、お前二度と遅刻するんだよっていうことかもしれないけど、素晴らしかったね。ああいうセンスがやっぱり素晴らしいと思います。これもナイスコミュニケーションだと思います。それでは、今日の曲は、僕はもうアマチュアの頃から歌ってる曲で、手紙ですね。ザ・レターっていう曲です。レター聴いてください。また来週。 Yeah.